にちは、刑事チャンネルです。ということでですね、私ここ最近ずっとシャドウオブザトゥームレイダーがめちゃくちゃ面白そうだって、一人ではしゃいでるわけですよ。動画でもよく話題にしたり、それ用の動画を作ったりもしてたわけなんですよね。一人ではしゃいでるうちは全然問題なかったんですけど、あの一通のメールが来まして、どこから来たかというと、スクエアエニックスさんから。やばっと思ってやばー、うわこれ怒られるやつじゃんと思って、終わったドゥフだったわけなんですよ。で恐る恐るその来たメールを見ると、なんかね、僕が作った動画を見てくれたらしいんですよね。で、ちょうどね、ゲームのテストプレイと開発者の方がカナダのアイドスモントリオールっていうスタジオからなんか来てくれるタイミングがあるので、まあ、メディアツアーみたいな形でやるから、よかったら来れないかみたいな風に声をかけていただいて、と思って、嘘やん。いや、皆さんご存知の通り、スクエアエニックスといえばですよ、横尾太郎さんの言葉をお借りすると、日本の対策ファンタジー RPG の総本山なわけですよ。俺が行くか普通俺が、いや、ものすごいスクエニさん賭けに出たなと思って賭けに出たか、なんかすごいなんか命知らずだなという気持ちも反面なんですけども、こんなチャンスめったにねえなと思って、ぜひお伺いさせていただきますというふうにね、そういうやり取りを実はしていたんですけれども、ちょうど私がですね、東京に出発するその日にですね、ちょっと北海道の方で、大きな地震がありまして、ちょっと私北海道に住んでるものですから、もうですね、飛行機等も全部飛ばなくなってしまいまして、東京に行けなくなってしまい、話がちょっと流れてしまったんですよね。ところがですね、まあ、スクエアエニックスさん、なら質問を、まあ、インタビューの時にする予定だった質問をよこしてくれれば、ビデオレター的な感じでね、回答させていただきますよっていう風にいきな計らいをしていただきまして、マジかよと思って、マジかよと思って、スクエに最高。いや、これはもうね、やっぱゲームの開発者の人になんか聞けることなんて、まあ、めったにないわけじゃないですかね。いや、本当はお会いしてね、なんかいろんなことをね、ちょっとぶっこんだことを聞いてみたいなと思ってはいたんですけれども、いや、それでも十分だなと思って、インタビューをさせていただきました。で、その、動画が届きましたので、動画の主な内容としては、僕のチャンネルを普段見てくれてる方に、ぜひそのシャドウ・オブ・ザ・トゥーム・レイダーの魅力みたいなものを開発者のね、目線からぜひ伝えてくれたらいいなみたいなことを一応やり取りして、動画にしてもらったんですけれども、ちょっとね、みんな一緒に見てみましょう。ではその動画を。いや、そんなわけでですね、ちょっとじゃあ動画を皆さん一緒に見ていきましょうというところなんですよ。でもちょっとね、一つ一抹の不安があって、やっぱり本当は怒るつもりなんじゃないかって、ね、なんだかんだ言って結局ビデオレターで、お前何やってんだお前って怒るんじゃないか、ケチチャンネルお前勝手に何やってんだって怒られるんじゃないかって、まあちょっと一抹の不安があるんだけども、大丈夫か、ちょっと見てみよう。じゃあ、いや、ダメ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 、いかついかついかつい、怖い怖い怖い、ヒゲのおじさんがね、二人こうやっていたわけだよ、怒る顔してるじゃん絶対ね。あ、まあヒゲのおじさんっていう意味では俺も同じか。Hello Kiji Channel, and welcome to everyone watching this video. My name is Daniel Chaibisson. I am director of Shadow the Tomb Raider. 全然優しそう。And my name is Mario Chatini, and I'm senior producer of Shadow of the Tomb Raider. We're really sorry that you couldn't come to the interview. But instead, we will answer the questions in this video. ダニエル・ビッソンさんがディレクターで、マリオ・シャブティーニさんがシニアプロデューサー。やばい、ディレクターの方とプロデューサーの方来ちゃったよ、これ。神様みたいな人たち来ちゃってるじゃん。最初の質問としては、今までトゥームレイダーに触れたことがない方、今回の3部作、リブート3部作を含めてトゥームレイダーにあまり馴染みのない方に、シャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーの魅力をぜひですね、開発者の目線から、教えてほしいっていうふうにお願いしました。まあ、トゥームレイダーといえばね、探索とかステルスとか、 あと遺跡のね、謎解きだったり、いろいろ魅力があるわけですから、それを開発者の目線で言うと、どんなところが魅力なのかっていうのを聞いてみてます。
Of course, I would like to say everything, but if you ask me one thing, it will be PyTT. Because PyTT is very, very unique, the way we're building, the way we build this hub, this space, compared to what we did in previous Tomb Raider. It is a real place. We made sure, you know, that we felt that it was felt real, even though it's a work of fiction, even though that we know we created that, it's a what if moment. But one of the things that was very important when we were building that is to ground it as much as possible in reality. And that is working with historian at the beginning. And that is working with linguistic to make sure that the language they would be using, the Mayan, was real, it felt real, so that people could go there. So I would love to have the Japanese people just going in there and just, you know, get himself immersed into that world and really appreciate all the passion that that we put into that world. And if you ask the producer of the project, I will tell everything, because we put a lot of money and love into all the other pillars of the game. So from exploration, combat, puzzle, we pushed it to the next level because Lara, she's now more capable. いや、全部だって全部楽しいって。いや、でもそうなんですよね。確かに、ライズ・オブ・ザ・トゥーブ・レイダーもそうなんだけど、結局戦闘もすげえ楽しいし、探索も謎解きも結局ね、どれもがすげえ楽しかったりするんですよね。で、今回そのシャドウ・オブ・ザ・トゥーブ・レイダー、それがまるっとパワーアップしてるんでしょ。それはまあ全部って言いたくもなりますよね。でもまあディレクターのそのダニエルさん曰く、パイティティっていうその探索の拠点になる街がある。で、その街が結構でかくてさ、そこからいろんなその話が広がってったり、新しいものを求めたり、新しいクエストとか発生したりとかって考えると、それはすごいワクワクしますよね。次の質問としては、一応その今回のリブート3部作の前作や前々作をしっかり遊んだ方に対して、今回のシャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーっていうのはどんなところがすごいパワーアップしてるのかっていうのをね、ちょっと聞いております。聞いてみましょう。では When you compare to the previous two, I thinkIt's really a much more in control Lara Croft, a much more badass type of Lara Croft. A Lara Croft that's more powerful, that is smart, but also overconfident. Seeing a Lara Croft, you know, still human, but with all these powerful capacities and looking and really trying to find herself in that world, what's her place in that world? That is very important, especially when you played 2013. And for example, if you put the disc of 2013 and you really look at that kind of Lara after the first hour of game, you see a Lara that fresh out of college, she's insecure, she's young, she doesn't know exactly what she can do, who she is exactly. And then playing Rise and then taking the disc of Shadow Tomb Raider and putting in the console and looking at the first hour, and you would see the drastic difference between a Lara Croft from 2013 and a Lara Croft in Shadow of the Tomb Raider, where she's way more powerful, way more confident. And in Shadow, seeing how she would grow, having much more maturity and finding her place in the world, that is what I would love the people to experience. In Shadow of the Tomb Raider, one key difference we have from the previous game is in terms of story, we are much more character driven. So we try to have a more deeper relationship between characters and interaction. So what I hope the fans will do is explore as much as possible, because all the other details of the story will be foundable, or you will get them by exploring, collecting stuff, so you'll get more information about the story. なるほど。なんか人物の描写とか、まあ、そもそもララクロフトのその一作目からのこの成長の過程みたいなのは確かにずっと描かれてましたよね。それがより細部まで描かれていたり、まあ、今回、まあ、やっぱりそのリブート3部作の、まあ、終着点なわけですから、集大成なわけですから、よりそのララクロフト その成長の物語っていうところには注目していくべきなのかなというところですよね。めっちゃ楽しみだな。次の質問はですね、直前のちょっとね回答と少し被ってしまうところもあるかもしれないんですけど、この主人公のララクロフトっていうところの魅力っていうのをちょっとですね教えてほしいなっていうふうに聞いてます。なんかね、僕はこのララクロフトっていうキャラクターが、まあ、日本にもたくさんゲームがあるじゃないですか。でヒロイン、まあ、女の子が主人公のゲームもあれば、まあ、ヒロインで女の子がたくさん出てくるのもあるんだけど、そういったその日本が描くその主人公の女の子の像っていうのとすげえイメージが全然別物だなっていう風に感じて、
なんか自分でもよくうまく表現できないんだけども、この制作者の方々はこのララクロフトっていう主人公をどんな風に作り上げてきたのかなっていうのをちょっと聞きたくてね、そういう質問をしてます。I think from、the reboot standpoint, I think when you're looking at Lara Croft, you're looking at a person, not just a video game character anymore. You're really looking at her as a real person, having the same qualities you would find from the previous Tomb Raider, and, you know, strength, smart, how resourceful she is. But when you're really looking at her today,she's, you know, she has these flaws, she has these weaknesses and vulnerabilities, and I think that's,you know, talks to people because they're looking at her like a human being, and they root for her because they know that, you know, that could be them, or they could be somebody that could be close, could be the next door person, experience the extraordinary things. And that is the thing for us when you're looking at her from that standpoint. I think that being human, being almost, you know, almost like a real human being, I think that what resonates to people today.To me, she's human, but also her determination is key, and also she's smart. So having a daughter myself, I think these personality traits are something that I can relate to. So for me, this is why I find Lara so interesting.人間らしいところっていうことですかね。まあ確かにすげえララクロフトって強くて賢いんだけれども、人間味あふれてるといえばあふれてますよね。なんかこう全然違う世界の別の生き物っていう感じではないといえば確かにないかもしれませんね。ところでプロデューサーのマリオさんは自分の娘さんの話してる時が一番ニコニコしてましたね。お父さん。あと次はちょっと質問じゃないんだけれども、僕北海道から長谷さん汁ということで、お土産買ったんですよ。お土産を、なんかね、熊のね、あ、ちょ写真出そうか、熊のね、キーホルダー、ね、ヒグマのね、北海道の名産をね、加えたね、熊のキーホルダーをね、差し上げようかなと思って買っていたんですよね。あとね、北海道といえば白い恋人買ってたんですけど、まあちょっとこれ、ね、行けなかったんで、渡せなかったんで、これ写真だけ送りました。Thank you very much. Thank you. Thank you. ありがとうございます。ありがとうございます。日本語で答えてくれた。嬉しいですね、こういうのね。We would have loved to meet you in person. And I think these gifts are very, very special because they represent the world, the nature, and also the identity of the place. And this is always something very important when we're looking at Tomb Raider.Each time we're building a Tomb Raider, we're always looking at what world that Tomb Raider could happen. And this, when you're looking at this, I feel like it's very strong to the theme that we're building. And I want to sincerely thank you for that gift. And I can see the bear from Rise of the Tomb Raider adding to that. ありがとうございます。いや、なんか渡せなかったとは言うものの嬉しいですね。いや、ぜひ会って渡したかったな。渡したらでもこんなしょぼいものね。しょぼいものではあるんだけれどもね。いや、でも嬉しいな。確かにね、ちょっとライズ・オブ・ザ・トゥーブ・レーダーにクマ出てきたからっていうのもあって、ちょっと選びました。あと北海道らしかったからね。いや、残念ですね。次お会いできる機会があったらぜひというところですよ。最後は動画を見てくれている日本のトゥームレイダーのファンの方、もしくは待っている方にですね、ぜひ制作者の方から、コメントいただけませんかというふうにお願いしております。で、聞いてみましょう。Yes, we work so hard on, you know, making sure that this end of this trilogy feel rewarding and also, you know, when feeling true to the evolution of the character Lara Croft. And I would really like the peopleto really appreciate what we did and really feel that this is a very good ending to a chapter of her life. And I would like people to really love this Lara Croft and really, you know, feel for what she's going through in the game and then caring about her and rooting for her and also feeling satisfying at this end of the game that this is the real end that she needed for her chapter in the game.On my side, we invested a lot on building the Shadow of the Tomb Raider as an emotional ride through the end. So I hope that you guys will play until the end, and more than that, explore as much as possible because you'll find a lot of stuff. And after that, we even have 7 months of content that we'll release
every month to expand on the story and have more content for you. わあ、なんかダニエルさんが言ってた言葉に僕ちょっと今衝撃を受けてますね。主人公であるララクロフトを好きになったり嫌いになったり心配したりって、主人公を嫌いになる一面っていうのがさ、ゲームを通してあるのってちょっとなんかえって一瞬思わされたんだよね。それってまあさっき言ってたその主人公のその人間味、その人間らしさみたいなところにもあるのかもしれないですよね。ただただその美しく綺麗で素敵な場面だけを直視させられるのではなくて、その人のリアルを見せられることによって一緒にね、そのプレイしてる方も同じこう気持ちになったり、より一層そのキャラクターが好きになっていくっていう、そういう側面があるのかもしれないですね。あとマリオさんもおっしゃってた通り、毎月コンテンツを出すってすごいね。これはありがたいね。これはいい体験ができそうですよね、絶対。 This is a message for UKG channel personally. え、俺にメッセージだって嬉しい。 I hope you're gonna love this one. Because you played Rise, you played Tomb Raider 2013, and this is the end of her chapter. This is the end of the trilogy, and we hope that we love that one even more than you loved the previous two. We put a lot of care into it, and we want to make sure that the fans really resonate with what we try to do with this one. And we hope that you really appreciate and love the passion that we put in this one. Thank you. Arigato gozaimasu. Thank you for giving us the opportunity to talk to your fans through KG Channel. If possible, we would like to invite you to Montreal.どうしよう、モントリオールの開発スタジオに招待されても俺やることないぜ。ど素人だからね、やばいね、やばいね。いやでもすげえありがたい。いやプロデュース、シニアプロデューサーのマリオさんとディレクターのダニエルさん、本当にありがとうございました。いやこれね、見てる方もすごい嬉しいと思います。こんな機会やっぱりないですからね。またこういった機会をねご用意してくれたスクエアエニックスさんの方々、本当に本当にありがとうございます。というわけでですね、今回ですね、マリオさんとダニエルさんにですね、質問に回答していただきまして、本当にありがとうございました。いや、この二方、あれですよ、その数日前に、スクエアエニックスさんの公式ライブ配信の、社長と遊ぼう、シャドウ・オブ・ザ・トゥームレーダー、ボリューム2にも出てて、社長と一緒に放送やってたからね。そんなすごい人でしたからね、そっちの方のね、やり取りもすごいゲームのこと深く知れて、すげえいい話が聞けたんで、ぜひ、見てみてください、ね。いやー、正直、めっちゃ怒られるんじゃないかと思って、緊張しましたよ、ね。いやでもさ、ほら、いざ質問が始まったら、質問してくるやんとか、そんな顔になってましたよね。なってなかった。なってなかった。僕の思い込みですかね。というわけで、皆さんいかがでしたでしょうか。僕は9月14日発売のシャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダーなんですけれども、デジタルデラックスエディションとクロフトエディションっていう、ダウンロード版のやつを買うと2日間早いアクセスができる。48時間早くゲームが遊べるって、だから実質12日から遊べるのかな。でそれをね、本当はパッケージマニアなんでパッケージ版欲しいなっていう気持ちもちょっとあったんだけれども、そっちの方でちょっとね早くねプレイしたくてしゃあないんで、そちらを買おうかなと思っております。皆さんもぜひですね、僕と一緒にシャドウ・オブ・ザ・トゥームレイダー、楽しみましょう。ということで今日の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。じゃあまた別の何かしらの動画でお会いしましょう。今日の動画はね、刑事チャンネル史上一番あれだよね、やばい動画だよね。やばい動画だよね。大丈夫か俺。